世界で最も人間を殺している動物ランキングトップ10。自然界に人間の天敵はいません。しかし状況が悪ければ命の危険にさらされることもあります。いつかあなたの命を奪うのも動物かもしれません。だって人生何が起こるか分かりませんから。人を襲う動物は？と聞いてイメージするのは遠い国の野生動物かもしれませんが、人間にとって本当に危険な動物は案外身近にいるかもしれませんよ。準備はいいですか？最も危険な動物トップ10はこちら。第10位、ゾウ。最大の陸生動物ゾウは毎年500人もの命を奪っています。しかし通常は近づいたり威嚇したりしなければ攻撃してくることはありません。突進されればまず命はない危険なゾウですが、ゾウゲを狙った密猟によって絶滅の危機に瀕しているのが悲しい現実です。第9位、恐ろしい形相と鋭い牙を持ち、川や湖に生息する肉食動物クロコダイル。体長は6メートル、体重は数百キロに達します。最も凶暴な種は海水に住んでいて、年間1000人以上が犠牲になっています。このオーストラリアの楽園のようなビーチではつま先さえ水につけることが禁止されています。クロコダイルは水際で虎視眈々と獲物を狙っているのです。第8位。第8位の動物は恐ろしいことに人間の体の中に住み着きます。食べ物と一緒に侵入してくるのです。でも一体どうして気づかず食べてしまうのでしょうか。それもそのはず、卵の状態だとあまりに小さくて目に見えないからです。人間を殺す動物第8位は蝶虫、いわゆるサナダムシです。寄生虫は体の奥深くに侵入してから初めて症状を引き起こします。種によってはかなり危険なので、できるだけ早く病院へ行きましょう。最悪の場合死に至ることもあり、少なくとも年間2000人が命を失っているのです。ゾッとしますね。第7位、インディアナ・ジョーンズでおなじみのサソリは非常に危険な生き物です。世界中に約140種ほど存在し、毒の弱い種もいますが、最も危険なものとなると年間5000人もの命を奪っています。生息地の多くは中東やアフリカ大陸です。サソリは尻尾の先の毒針で敵を攻撃します。刺されると激しい痛みと麻痺が起こります。旅行に行くときは現地のサソリが有毒かどうか調べておきましょう。第6位、地面や水中だけでなく空中にも注意。第6位はこちらのツェツェバエです。アフリカ大陸に生息するこの吸血バエは睡眠病の原因となる寄生虫を媒介します。数ヶ月で寄生虫が体中に広まると、不眠や気だるさなどの奇妙な症状が現れ、死に至ることも珍しくありません。恐ろしい。セツェバエが媒介する睡眠病は年間1万人もの命を奪っています。第5位、サシガメ。第5位はカメムシの仲間で吸血性の虫、サシガメです。この虫は南アメリカ大陸に生息し、熱帯病の原因となる寄生虫を媒介し、毎年1万2000人もの命を奪い続けています。サシガメに刺されたことに気づかず、何年も経ってから発病し、突然死に至ることも珍しくないのだとか。怖い。第4位、案外敵というものは身近にいるものです。第4位の動物は人間の最良の友、そう、犬です。野犬に噛まれると狂犬病の恐れがありますが、ワクチンの接種が間に合わず狂犬病を発症してしまうと死亡率はほぼ 100%。 見知らぬ動物には手を出さないように。年間犠牲者数はなんと2万5000人。他にも狂犬病ウイルスを媒介するのはネズミ、コウモリなどです。第3位、3位の動物は世界中の嫌われ者。生まれつき恐怖症を抱える人が多いのもこの動物です。ヘビ、嫌われても仕方ありません。毎年約5万人がヘビの毒で命を落としているのです。
でも人命に関わる危険な毒を持つ蛇は全体の 10% ほど。世界中どこにでもいるというわけではないのでご安心ください。第2位、いよいよ危険な動物トップ2の発表です。第2位の生き物は家の中でもよく見かけ、夏場には悩まされる鬱陶しい存在、そう、蚊です。蚊を原因として亡くなる人の数は毎年推定72万5000人。多くの国々では蚊が危険な感染症を媒介しています。デング熱、ジカウイルス、マラリアなどです。病気を予防するには蚊に刺されないようネットや蚊帳を使用したり、蚊が孵化しないよう水たまりの除去や清掃が重要となります。いよいよ第1位の発表です。人間にとって最も危険な動物何だと思いますか？第1位、この動物が人間を殺すのは捕食のためでも自身の生存のためでもありません。悪意や憎しみ、復讐心からです。恐ろしい。犠牲となるのは毎年50万人以上の尊い命。もう分かりましたか？世界で最も危険な動物は人間です。戦争や組織犯罪、宗教や正義などの大義名分のもとに罪もない人々が犠牲になっています。悲しい現実です。動物は生きるために人を殺しますが、人間はそうではないのです。なんだか残念な気持ちになりますね。動画をシェアしてみんなでこの現実について考えてみませんか？いいねもお忘れなく。次回をお楽しみに。